このビルのセキュリティには正直自信を持っていてね。特に端末室があるフロアには許可されている人間しか入れないようにしているんだ。端末の操作も権限があるものしかできないようになっている。大変失礼ですが、端末を操作できるスタッフの中に不審な方はおられないでしょうか？最近入ったばかりとか、何か後ろ暗いことがあるとか。私の知る限り信頼できるものばかりだけどね。それよりロイド君、他の可能性はありえないのかな？例えばと言っただろう。伝説の刺客とやらの正体が私みたいな立場の人間だったらなかなか面白いとは思うが、さすがに現実はそこまで奇想天外ではないだろうしね。もう驚かせないでください。お茶目な方ですね。これは失敬。しかし考えてもみた？確かにそうですね。逆にスタッフ以外の可能性を考えた方がいいってことか。ティオ、あのメールが IBC の端末から支援課に送られたという記録、それを偽装することは可能なのか？そうですね、別の場所から IBC。 なんだそりゃ。私も詳しくは知らないけど、確か端末を守っているセキュリティを解除することで不正に操作する技術だったかしら。おおむね合っています。動力ネットワークでつながっている端末同士であれば、もっとも高度な知識と技術を持っている必要がありますわ。ちなみにそれを行う者をハッカーというらしい。動力ネットは。なるほど。ってことはインってのは資格だけじゃなくてハッカーでもあるってことか。そこまでは断定できないけど、例のメールがこのビルの外部から送られた可能性はあるみたいね。信頼するスタッフを疑わずに済むのはいいんだが、メイン端末がハッキングされたというのもそれはそれで由々しき問題だ。君たちが端末室に入れるよう手配しようじゃないか。いいんですか？ああ、メイン端末を調べればハッキングの痕跡などが残っているかもしれないし、スタッフも詰めているから話を聞くこともできるだろう。助かります。おじさま、どうもありがとうございます。いや、こちらにとっても見過ごせない問題だからね。なかなか充実した日々を過ごしているようじゃないか。最初君が警察に入ったと聞いて少々疑問に思ったもん。なるほど、確かにいい経験ができそうな職場だ。私も改めて応援させてもらうよ。おじさま、そう言っていただけるととてそれに君たちも雑誌で読んだ以上にいるだろうが、このクロスベルという自治州は非常に難しい場所だ。おそらくエリーなどはそれを痛感しているだろうが、一番問題だと思われるのは正義というものが完全に形骸化してしまっていることだ。正義の形骸化、それはどういう意味でしょうか？正義はともすれば綺麗事と同じ意味と捉えられる場合もしないと嘘吹く者もいるかもしれない。だがどんな形であれ、結局のところ人は正義を求めてしまう生き物なのだよ。なぜなら正義というものは人が社会を信頼する根拠。もし犯罪が起こった時にそれを法によって裁くという正義が存在しなければ、多くの者は家に閉じこもり、それは政治の腐敗やマフィアの問題、それを警察が取り締まらなくても経済的には恵まれているから多くの市民は生活に困らない。結果的に単純犯罪は少ないが目に見えない悪がはびこっていく。
だが、そんな中でもやはり人は正義というものをどこかに求めざる。どんな形で正義のことね。って見落ち上げられてるとは。知ってのと遊撃士協会が定的なものの歪みをコントは可能だ。だから私は君たちに期待したいのだよ。遊撃士の代わりに悪を倒せってことっすか？そんな単純なことを言うつもりは毛頭ないよ。君たちなりに正義を追求している。それが目に見える形で市民に示されるクロスベルにもまだ正義が存在している。そう信じられるきっかけを市民に与えるということですね。その通りだ。その意味ではあのクロスベルタイムズの記事も非常まだまだ未熟な警察の若者が時に失敗しながらも正義を求めて奮闘する姿、面白がる者もいるだろうが否定的な市民は少ないはずだ。温度差の違いはあってもみんな君たちに期待しているのだよ。一石ぶってしまったようだな。本題に戻ろう。端末室への立ち入りを君たちに許可する話だったね。はい、そうしていただければ。どちらに行けば許可がいただけるでしょうか？うん、そうだ、私も端末室には入れるから案内してもよかったんだが、あいにくこの後いろいろ予定が立て込んでいてね。すみません、本当にお忙しいところ。おお、帰ってきたか。お父様、ただいま戻りました。エリー、久しぶりですわね。ちょっと2ヶ月ぶりですわね。でもあなた少し痩せたんじゃなくて？手とか足とかちょっと硬くなっていてよ。鍛えているから少し筋肉がついただけよ。むしろ体重は少し増えたんじゃないかしら。なるほど、言われてみれば筋肉のしなやかさを感じますわね。これはこれでなかなかの感触ですわ。なんかすごい人だな。しかし運動士が絡むとそれだけで絵になるっつうか、というかただの友達同士にはちょっと見えないんですが。やれやれ、スキンシップはそのくらいにしたらどうかね。他の客人が呆れているぞ。あら、紹介するわね。彼女はマリアベル、娘さんで私の友人よ。ベル、彼らは私の同僚でロイドとランディとティオちゃんって。紹介は結構ですよ。自分で見分しますから。何か。あ、不合格ですわ。なんだそりゃ。こんなむさ苦しい男どもが私のエリーのそばにいるなんて、エイドスも許さざる所業ですわね。むさ苦しいって。ちょっとベル、大体何ですのそのラフすぎる服装は。せめてスーツくらい着るのが礼儀というものでしょうに。これはその街中や。私は警察入りなんて反対し、私の授業を手伝ってくれた方がはるかに有意義だったでしょうに。もうベルってば。盛り上がっているようだね。うん、若い者は若い者同士で信仰を温めてくれたまえ。約束の時間なので私はそろそろ失礼するよ。ベル、後で彼らを待つ室に案内してあげたまえ。
端末室？どういうことですの？事情は彼らから聞くといい。それではさらばだ。逃げましたね。もう。それじゃあ早速お願いできれば。まだ話は終わってませんわ。そちらの赤毛のあなたもそんな派手な格好をして立派な体格をしているのだから、きちんとしたスーツを着なさい。俺っすか？いや、でも俺って根っからの遊び人だしな。ああ、それにそいつみたいに夜の屋上で同僚のお嬢さんといい雰囲気になった。なんだっすって？ランディ、お前、ティオちゃん。ああ、もうティオも引っかき回さないでくれ。そのあたりのことをもう少し詳しく聞かせてくれないかしら。私のエリーにどんなアレンジなことをしたのか。いや、してませんってば。だからエリーもなんでそこで黙るんだよ。なるほど、事情は。それであなたたちを端末室に。ええ、頼めるかしら。無論エリーの頼みなら言う。誤解は解けたはずでは。まあいいでしょう。特務支援課、私もどの程度のものか気になって。エリーの道理あなたに証明していただこうかしら。はあ、なんで。こりゃ完全に目をつけられちまったな。ご愁傷様ですね。もうベル、いい加減にして。端末室に案内してくれないの？もちろん案内しますよ。端末室は IBC ビルの地下5階に設置されています。さあ、エレベーターに乗りますわよ。すごい人だな。その悪い人じゃないのよ。ただちょっと強引というか行動力がありすぎるというか。しかし親父さんといい、やたらとパワフルな親子だよな。さすが天下の IBC のオーナーといったところで。何なのかしら。それは私たちにもまだあるんだけど。そういや、どうだロイド、今回の事件についてそろそろ何かひらめかないのか。ああ、そうだな。脅迫状とメールだけど、同じ人間が書いたんじゃないかもしれない。何？どういうことですか？まあ、単純な話だよ。イリアさんが受け取った脅迫状は不気味だけど単純な言い回し。いろいろと可能性はあると思いますが、院に手下がいた場合、そいつにメールを送らせた可能性、もしくは逆にそう思わせるためにインがわざと違いを出した可能性、他にもあるでしょうが、この段階でこれ以上推理を進めるのは逆に危険でしょうね。なるほど、うん、面白いですよね。ここが地下5階、メイン端末があるフロアですよ。端末室は階段を降りた先です。随分厳重な場所に設置されているんですね。
いずれここで顧客の情報を管理することを考えているけど。なるほど。確かに、もし流出したら大変なことになるでしょうね。ええ、それも含めてまだまだ研究段階ですわ。なんつうか、めちゃくちゃすごそうな部屋だな。最新技術がてんこ盛りになっているのだけはわかるが。エプスタイン財団製の最新情報処理システムですね。ベールの高速巡洋艦にも使われているそうですが。あの有名なアルセイユ号ですわね。あれに使われているものと基本的には同じシステムですが、莫大なネットワーク情報に対応すべく処理容量は数倍に強化していますよ。すごい。マリアベルお嬢様、お疲れ様です。スベル警察の方々ですが、実はここのメイン端末が外部からハッキングを受けた可能性があるらしいのです。ハッキング？ディオ、彼らに一通り説明してもらえるか？はい。外部からのハッキング、可能性はあったけど、まさか本当に。あ、ありました。メールの転送システムがクラッキングされています。やっぱり。これで外部説が確定したってわけだな。こちらも侵入経路を確認。アクセス元はダメだ、ロストしてしまってます。どこから入り込まれたかわからないってことですか？ああ、巧妙に痕跡を消せてしまっている。クロスウェル市内のどこかなのは間違いないと思うけど。やりますね。はい、それでは。アクセス、エーオンシステム、起動。ティオちゃん！ごめん。多次元解析によるリアルタイム制御を施行。全端末のログを解析。隠蔽された痕跡の前後に。エリー、わかるか？さすがについていけないわね。俺なんか何をやってんのか理解すらできてねえんだが。なるほど、ティオさんはオーバルスタッフの使い手ですね。オーバルアーツを。わかるんですか？ベルは一応エプスタイン財団で動力工学を学んだ経験があるから。でもかじった程度ですけれど。終わったみたいですわね。お、いかがでした？こちらの持ち分は白だ。ビンゴ、こいつだ。ジオフロント B 区画第8制御端末。ここからアクセスしたらしい。ジオフロント、あの駅前通りの外れにある市北西部、住宅街や歓楽街のあたりね。ロイド、どうするの？早速行ってみよう。
ジオフロントのゲート管理は確か視聴者の管轄だったはずだ。鍵が借りられないか受付に問い合わせてみよう。ああ、早速行ってみようぜ。どうやら確信に迫ってきたみたいですわね。はい、いろいろとお世話になりました。ありがとうベル、それに研究員の方々も。いや僕らよりそのお嬢さんの手柄の方が大きいと思うよ。そうだな、お疲れティオ。その大したことじゃないです。それに私も一応特務支援課の一員ですし。十分大したものですわ。それはさすがに勘弁してほしいんですけど。冗談ですわ。事件が無事解決したらぜひ顛末を教えてください。それとお渡ししたセキュリティカードはそのまま預けておきますよ。最上階とこのフロアならいつでも来られるようにしますから、何かあったら尋ねてくださいね。ありがとうベル。それでは。おじさまの右腕としていくつかの事業を任されていると聞いたことがあるけど。それはすごいな。あ、ひょっとしてそれでエリーを欲しがっているのか。うん、気持ちはありがたいんだけど。しかしともかくこれで手がかりはつかめた。視聴者の受付に頼んでジオフロントの鍵を借りよう。え、そうね。そんじゃ行くとするか。正義